こんにちはアラサー夫婦です私たちは2022年に沖縄移住しセミリタイアすることを目標に日々投資や節約を頑張っています今回はもう悩まない米国高配当株 ETF 買うタイミングというテーマでお伝えしていきます皆さんの永遠の悩みの一つとしてこの高配当株を購入するタイミングっていうのがあると思うんですよね実際私の YouTube チャンネルにもたくさんのコメントをいただきます 特に最近は株価が回復してきておりもう買っても遅いまだ買ってもいいのと不安になりますよねなので今回は SPYDHDVVYM それぞれについてアラサー夫婦の考えをご紹介していこうと思います。ここでご紹介する内容はあくまで私たちアラサー夫婦の考えになりますのでぜひですね投資は自己判断ということで参考までにして聞いていただけたらと思います ではまずはじめにですね、えー、まずなぜ購入するタイミングが大事なのかというところですね、えー、整理しておこうと思います。でなんでですねこうタイミングが大事かというとですね高値掴みになってしまうのが、まあ、嫌だからですよね株式投資の原則としては安い時に買って高い時に売るっていうのが原則としてあるんですね。 なので高値掴みになってしまうとまあ、損してしまう可能性が高くなるということですねでまあ高値掴みになってしまうとまあ、どうなるかというとですね購入できる株数が減って安く買えた時よりキャピタルゲインインカムゲインが減ってしまうということですね これどういうことかというともともと持っていた軍資金で,です、ね、株式を購入した時にその株式の価格が安ければです、ね、より多くの株式を買うことができますよね多く買えればその株式がこう値上がりした時のこうキャピタルゲインももらえますしその保有しているだけで入ってくるインカムゲインですねまあ分配金や配当金っていうのもあの株数が多ければ多くなるんですけど株数が減ってしまうと同時にこのインカムゲインも減ってしまうっていう いうことなんですね、まあ、つまりどういったことになるかっていうと将来のトータルリターンが減ってしまうっていうことなんですね。なので、まあ、この高値掴みっていうのはできるだけ皆さん避けていきたいと思うんですね。ではここからですね、えー、この米国高配当株 ETF それぞれの基本情報を確認してからそこからですねそれぞれの ETF について解説していきたいと思います。 こちらが SPYGHGVVYM の基本情報をまとめた表になっております。で、本当にこう簡単にまとめた表になっているので、まあ、おさらいがてら見ていただけたらと思います。で、もっとですね、詳しくこのそれぞれの ETF について、えー、情報だったりですね、配当推移とか、そういったところを知りたいよっていう方は過去にそれぞれの動画作ってますので、またそちらも見ていただけたらと思います。で、ここではもう本当、さらっと流しますね。 で続いてチャートですね。まあ、こちらは直近5年間のチャートをご紹介しております。で黄色が VYM、青色が HDV、赤色が SPYD のチャートになっております。で、見ていきますと、まあ、直近のです、ね、コロナショックのところで暴落があったんですけど、それまではですね、割とこう右肩上がりなチャートになっていますね。 でまあ、コロナショックがあってそこからね、えー、3つともこうぐっと暴落はしたんですけど、まあ、この中でもやはりこの SPYD 赤色の SPYD の暴落があ結構きつかったですよねで、まあ、最近になってようやくですね株価もぐっと戻ってきて、えー、最近ですねこの黄色の VYM が、えー、コロナ前の最高値を更新するというところまで回復してきましたね。 HDV と SPYD に関してはまあ相変わらずということなんですが、まあ、それでも少しずつ株価は戻ってきているかなという印象ですねなのでコロナショック前までは割とね、えー、右肩上がりに上がっていたんですけどやはりこのコロナショックではまあ暴落をもろに受けてしまったとっいうような感じですねではここからはですねそれぞれの ETF について個別でご紹介していこうと思います まずは SPYD ですね。まあ、左側にチャートを載せております。でまあ、この SPYD はですね、まあ、このコロナショックでかなりた、ね、叩かれたような ETF だと思うんですよね。まあ、かなり減配もしましたし、まあ、株価の戻りも一番遅いということで、まあ、やはりですね、この SPYD、暴落体制が一番弱いのかなというところは、ですね、まあ、もう否めないというような感じですね。 でやはりもう株価の回復も他の後輩投下 BTF よりも遅いということですねその理由としてはですね、まあ、この丸3つだと僕は思っているんですねでまず一つは指数が高利回りということなんですねこの SPYD が連動する指数っていうのは S&P500 の中でも後輩投利回りの上位80銘柄を選んでいるんですね なので、特別ですね、財務の健全性とかですね、配当を今後も維持できるみたいな、そういった指数っていうのは全く組み込まれていないんですね。なので、どうしてもですね、利回りだけで選んでしまうと、やっぱり減配してしまったり、株価が下がってしまうっていうところは、影響は大きく受けてしまうのかなっていうところですね。 であとは小型株の影響を受けやすいっていうところですね。この SPYD は均等加重平均で保有銘柄を組み入れているんですね。一般的には 時価総額に合わせて組み入れる銘柄の比率をこう調整してくれるんですけど、この SPYD は均等にですね、80銘柄に1.25%ずつ、大体いいですね、組み入れていくようなあ ETF になっているので、どうしてもですね、この大型だけではなくて、小型株も均等に組み入れるので、どうしても小型株の影響を受けてきやすいっていうところですね。 あとは不動産の影響も受けているっていうところですね。この SPYD はですね、唯一、リートを含んでいる ETF になるんですね。比率としても割と高いんですよね。上位セクターの中に入っているので、割と高いっていうところで、まあ、その影響を受けているっていうところだと思います。 そういった理由で、かなりですね、現状、株価の戻りも遅くて、まあ、暴落体制も弱いのかなっていうところですね。なので、まあ、この SPYD ですね、まあ、結局、いつ買ったらいいのかっていうと、ですね、僕自身はまあ暴落時にこうまとめてですね、購入していくのが今後はいいのかなっていうふうに考えています。 チャートを見てみても、こう設定日のところからこう見ると、ですね割とこう18年ぐらいまではぐっと上がっているところもあるんですけど、まあ、今後、ですね株価がどんどん上がっていくかっていうと、ちょっとね、これは本当、どうなるかわからないところですよね。まあ、今回のコロナショックで、まあ、これだけ暴落体制が弱いっていうのが分かったので、まあ、今後、ですね暴落が来るたびに、また SPYD 下がると思うんですよね。 この高値でつかんでしまうと SPYD はまあ株価の戻りも遅いのでどうしても含み損になってしまう期間が長くなってまあ結構ね精神的に辛くなる方多いと思うんですねなので、暴落時になので割り切ってですねまあこの高値の時はもう購入せずですね、暴落時にまとめて購入するっていうのが1つタイミングとしてはいいのかなというふうに思います。 続いては HDV についてですね。HDV のチャートも見てみると、まあ、設定来からですね、まあ、基本的にはこう右肩上がりになってますよね。でこの HDV は僕自身は一番推している ETF で、まあ、それはなぜかというと、この HDV が連動する指数が、まあ、本当素晴らしいんですよね。 でモーニングスター配当フォーカス指数と呼ばれるものでこの原文もですね実際に読んでみて、えー、どれだけこの指数が素晴らしいかを解説している動画も作ってますのでまたそちらも見ていただけたらと思うんですけど、まあ、本当ね配当利回りだけではなくて財務の健全性だったりあとはですねあのモートと呼ばれる、まあ、堀ですよねその会社のビジネスの参入障壁とかですね、まあ、そういったところもあの評価しながら 今後も配当を出し続けれる企業を選んでいるんですねなので自然とですねこの上位銘柄っていうのは連続増配企業ばかりで占められているんですよねそのためこのコロナショックでもですねしっかり増配をしてくれましたただですね現在株価がなかなかですね最高値までは戻ってこれてないっていうのが現状あるんですね でその理由としては、やはりこのエネルギー株が現在低迷しているっていうのが、まあ、大きな要因かなと思います。まあ、特にエクソモービルですよね。エクソモービルの比率がまあ大体10%弱ぐらい、この HDV は入っているので、どうしても今はですね、コロナの影響でエネルギー株がまだまだ戻ってこれてないっていうところで、あのこの株価の低迷に大きな影響を与えていると思っているんですね。 であとは、やはりこの分散がちょっと弱いっていうところは HDV のデメリットとしてあるかなと思います。まあ、75銘柄っていう割とこう少ない銘柄で、なおかつこう上位10銘柄でえ大体 60%70% ぐらいの比率を保有しているっていうところなので、まあ、そういったデメリットはまあ若干 HDV あるかなと思うんですね。 でまあ、こういった特徴が HDV あるんですけど、まあ、僕自身はですねどう考えているかっていうと、まあ、現在ですねこの HDV 一番買い増しているところですね連続増範囲企業が多く占められている ETF で今後株価がこう下がるタイミングってあんまりないのかなっていうふうに僕は思うんですね、まあ、これは本当僕自身の考えなんで賛否両論あると思うんですけどなので、まあ、結構ですね今 HDV は株価も戻ってきてはいるんですけど全然最高値 まではまだまだありますし今買っていってもいいんじゃないかなと僕自身は考えております最後に VYM ですねでこの VYM はですねもうあの最近ですね最高値も更新したっていうところでやっぱりですねこの暴落体制が一番強いですよね 株価の戻りもやっぱり早いですし、まあ、チャートを見てみてもどうしてもまあリーマン・ショックの時はぐっと下がってるんですけどそこからですねもうずっと右肩上がりで、えー、現在最高値を更新したっていうところなので、まあ、やっぱりこの米国の高配当株 ETF の中でもうしっかりキャピタルゲインも狙える ETF なのかなと思います。 なおかつ配当金もですね、現在10年連続で増配中ということで、まあ、インカム、キャピタル両方狙える、本当素晴らしい ETF かなと思います。ただですね、まあ、利回りがあ若干他の ETF よりは低くなっているっていうところですね、まあ、現在だいたい3%ぐらいになっていると思うんですけど、まあ、利回りは低いんですけど、ただその分ですね、増配率がこの VYM 高いんですよね。 増配率が高いので現在はですね利回りが低くても5年後10年後にはですねその増配っていう恩恵を受けて利回りとしてはかなり高くなっているっていう可能性は十分あると思うんですね。 でなおかつこの分散も効いていると、まあ、VYM は約400名柄以上に分散している ETF なのでかなりです、ね、他の ETF と比べても分散が効いているかなと思いますなので僕自身はです、ね、この VYM は割とこのインデックス、まあ、広く分散されたインデックスファンドみたいな感じの立ち位置では思っているんですねなのであの定期的に購入していく まあインデックスファンドとか S&P500 とかって結構こう淡々とこう積み立てていくみたいな感じで投資される方多いと思うんですけど割とそんな感じに近いイメージで僕はこの VYM を捉えているんですねなのでまあ特別ですねまあ暴落時にぐっと買いませたらいいんですけどまあこの株価が今戻ってきているところであってもあの購入していっていいんじゃないかなというふうに思います。 今後もキャピタルを狙っていける可能性も高いですし5年50年後から現在をですね振り返ってみてみるとこの現在のね最高値更新している株価でも割安だったなぁと感じるかもしれませんなので僕自身はこう定期的に購入していっていいのかなっていうふうに考えております これまでのアラサー夫婦の考えをまとめますともちろん市場全体が暴落した際に購入するっていうのはまず一つ大事なタイミングなのかなと思います、まあ、これを前提にですねそれぞれの ETF ですね SPYD は暴落時に購入するとどうしても高値掴みになってしまうと含み損のですね期間が長くなってしまうのである程度割り切って暴落時だけに購入していくっていうのが一ついいのかなというふうに思います HDV、はい、HD もですね結構連続増配企業がたくさん入っているので結構株価が安くなるときって今後どうなのかなって思うとまだまだ買っていっていいのかなというふうに僕自身は考えてます VYM は定期的に購入していくっていうところですね広く分散されたインデックスファンドのようなあイメージでですね僕は定期的に購入していくっていうのは一つありなのかなと思ってます キャピタルゲインが今後もですね期待できるっていうところで、まあ、インデックスファンドのような形で定期的に購入していくのはありなのかなというふうに思っております。で最後にですねじゃあ結局今はまだ買い増しのタイミングなのかっていうところですねここぜひ皆さんね気になるところかと思うんですけど、まあ、僕自身の考えとしては、まあ、金額を減らして買い増していっているっていうところですね。 あのこの暴落がですねもっとあった時はぐっとですね毎月こうもっともっと購入していたんですけど現在は少し金額を減らして買いましてます。 で銘柄としては、まあ、HDV をです、ね、中心に VYM も購入してますし SPYD も購入してますただその比率っていうのはあの自分のポートフォリオとか投資の目的があると思うので、まあ、そこに合わせて買い増していく数だったり銘柄っていうのは変更してもらえたらいいとは思うんですけど、まあ、僕は現在は HDV を多めに購入していてあとは SPYD と VYM も金額を減 減らして購入しているっていうような感じですね。 であとは、まあ、ちょっと話はずれるんですけど、あとは、この、通常のインデックスファンドですね、サ、え、ン、ー、ド P500 に連動するようなあ投資信託とか、えー、そういったものとか、あとは、まあ、あの、まだちょっと割安なのかなと思う BDC 銘柄ですね、そういったものにも今、購入をしていっているっていうような感じですね。なので、まあ、僕自身は今、現状、こういうような形で、えー、まあ、購入していっているっていうところを、最後、ご紹介させていただきました。 最後に何度もくどいようですが、まあ、これはですねあくまでアラサー夫婦の考えで、えー、投資をしておりますので、まあくまでこれはですね参考にしていただいて最後決めるのはですね、えー、皆さん自身で決めていただけたらと思います。 もしですね、もっとこういうタイミングで購入した方がいいんじゃないかなとかそういうご意見とかアドバイスとあればですね是非コメントで教えていただけたら僕自身だけじゃなくて、まあ、皆さんのためにもなると思うので是非コメントよろしくお願いします。はい 今回は以上になります。最後までごご視聴ありがとうございました。今後ですね、それぞれの ETF がどういう値、ね、動きをしたりですね、えー、今年1年、えー、配当金また増配してくれるのか、まあ、はたまた減配してしまうのかどうなるかわかりませんが、まあ、そこら辺に関してはですね、今後も情報をお伝えしていこうと思っておりますので、ぜひポチッとチャンネル登録よろしくお願いします。